よーい、スタート。監督の太田です。いよいよ、日曜日には投票日、衆議院選ですね。で、僕の応援している山本太郎さんも今回も出ているので、何かの足しになればと思って、こんな風な応援動画というか、このチャンネルで、いろいろ彼の、横顔素顔を伝えることで、ちょっと多くの人、一人でもなんか太郎さんっていう、まあ、誤解されがちな人なんで、分かってもらえるといいなと思って、こういうこういう話をここしばらくしています。で、まあ、投票日が近づいてきましたけれども、もう先日もね、ある友人と話していて、で、まあ、僕が太郎さんと一緒に仕事をして、このような仕事をしたことで、まあまあまあ、そういう彼のことをよく知ってるっていうのは分かってる友人なんですけれども、言うんですよ。で、山本太郎ってね、まあまあ悪くないんだけれども、コロナ対策がね、やっぱり良くないんだよなっていう、まあ、だからそれだから俺ね投票できないんだよとか言うんですよ。で、いやちょっと待てっていうね。で、まあ似たような友人他にもいまして、山本太郎のこの政策、この部分が気に入らないとかって言うんですよ。で、ですけどね、あとこういうのもいるな。山本太郎はね、よくやってると思う。でもね、関係者の中に、ちょっとね、やっぱ問題あるやつがいるんだよな。まあ、だから応援できないんだよ、とか。いうふうな、まあ、友人。だから、皆さんそんな、政治に関心ない人じゃなくて、そこそこ関心あるんでね、まあまあ知ってるんですよ。だけれどもね、私は言いたい。っていうね、つまりね、その、まあ、山本太郎どうこうっていう問題以前に、どうもね、日本人っていうのは100点満点を求めるんですよ。で、その1点があるから、まあ、コロナ問題に対してちょっと自分は異論があるから投票したくないっていう、まあ、その友達に例えば、じゃあ誰に投票するの？あなたがこう本当にこの人は意見主張全て素晴らしいって言うって、いやいやそんなのいないよって、でどうすんのって、自民党がいいの、公明党がいいの、共産党がいいのって言ったら、いやどれもこれもね、もっと問題あってね、一つ二つじゃない、もっと問題あるから、あれはどうすんの、だから投票行かないって言うんですよね。あれ、それダメよ、それ与党に投票するのと一緒だから、とかって言って、ね、いやでもね、俺はやっぱりそういう、本当に自分が支持する人間しか投票したくないとかって、まあ、真面目なやつなんで言うんですけれども、やっぱ基本的にね、その友人は間違ってると思うんですよ。つまり100点満点、さっき言ったみたいに100点満点をの候補者なんて、候補者は彼は求めてるんですよ。で、太郎さんのね、令和の政策に対しても結構彼は評価してるんだけど、そのコロナの部分だけ賛同できない、だから令和もダメなんだみたいなこと言うんですけれども、じゃあ他の政党した時に、1個いいことがあっても9ダメだったりするのに比べれば、1個ダメだだけのこっちの方がまだいいだろうって言うんだけど、いややっぱりね、そこがやっぱ大事だからとかって言うんですけど、それ何かな、似たようなことを言う人いますよね。全否定じゃないんだけど、一個だけなんだけど気に入らない、支持できない、だからダメって。でこれなんだろうと思って、で、まあ、この以前のこのチャンネルでそういう話何度もしてるんですけれども、日本人のやっぱりね、それ特性っていうかね、ちょっとね、型にはめられてしまった、やっぱり思想発想から来てるんだと思うんですよ。っていうのは、例えば、僕なんかもそうだけど、高校時代に成績すごい悪かったんで、行った時に、例えばもう2222、まあ、5段階評価ですよ、22って。で、みたいなのがあって、でそれがまあ次の学期3が増えました。でも、例えば数学だけがやはり2でしたっていう時に、でもまだ数学がまだ2だからな、次は数学を頑張ろうね、とかって言って。だから、要は、他ほとんど成績上がっていても数学がダメなだけで、数学ダメだったからね、それを頑張り次はって言うんですよ。でむしろ、いやすごいな、こんだけ他ね、2だったのが全部3になってるんだから、2とか3ってあんまり変わらないんですけど、本当はだからね、もうあと数学あれだったけど、もうよく頑張ったな、お前やっぱやればできるじゃないかって褒められれば、子供って嬉しくなってやっぱり頑張るじゃないですか。なのに日本ってみんなそんな風に1個だけダメでもね、ダメだったら次はこれを頑張れっていう風な、批判に入っちゃうんですよ。で例えば、ね、警察官の
なんていうかな、あの評価っていうのも同じなんですって。どれだけね、凶悪な犯人を捕まえたかっていうことよりも、ミスしたり失敗したりトラブルを起こしたりすると減点されるらしいんですよね。でそれによってその人の評価が決まり昇進が決まっていくみたいなのがあって、だから結構そういう、なんとかな、評価の仕方って日本の社会には多いんですよ。いかに利益を上げたかではなく、いかに失敗をしていないかっていう。だから失敗を恐れる、つまり、結局だから何もしないっていうふうにして、トラブルをさえ犯さなければいいんだみたいなね、やっぱり特に、お役所関係ってやっぱりなっていくんですけれども、一つでもダメだとね、ダメだっていう発想がね、それ一緒なんです。つまり満点を求めるんですよ、日本人って。100点満点を。で僕は大学アメリカ、今日来てないけど、アメリカの大学行って、やっぱりそういうアメリカ人の社会の中でそれを勉強していると分かってくるのは、アメリカっていうのは一つ何かつば抜けてできているとすごく褒められるんですよ。あ、これができすごいっていう。だから僕なんか、ね、漫画みたいな、ね、その何かの時に書いて、したらね、すごいその先生にも、アメリカの先生に褒められて、すごい漫画描く力あるなとかって言って褒めてくれて、みんな大喜びっていうかね、もう絶賛してくれるんですよ。でそれに対してやっぱりね、日本って全部できなきゃいけない、国語数学理科社会全部できなきゃいけないみたいなことがあって、だからそこが結局ね、ってかな、普通 の, 平凡な、そこそこできる優等生ばかりを育てている土壌になってると思うんですけれども、そういうところがある。だからその話戻りまして、友人もそのね、令和新選組山本太郎の政策ってほとんどはいいけど、その1個だけ違うためにダメだ、だから投票しないって言って、じゃあ他いいところがあるのかって言ったら、他はもう一つ賛同できるのがあるかどうかっていう政党ばかりだって言うんですよ。なのに令和山本太郎にも投票しないっていう。だからね、その辺やっぱり間違ってるなと思ってね、だからそういう風な人たちが結構政治のこと分かっていても、そういうことにとらわれてしまって、できない。でそもそも100点満点、この候補者は俺の思いと 100% 一緒になって絶対ありえないわけですからね。で9つ OK ならその人応援しろよって、その人が通ることで変わっていく。あなたが、その友人がもっと嫌な大きな政党、9つ違う、9つこう意義があるっていうところが結局勝っちゃうんだからっていう、どっちがいいのっていうんだけれども、いや、政策は違うと思うとかって言うんですよね。っていうのも、これやはり日本人のそのね、やっぱりそういう間違ったっていうか、その島国でのやっぱり培ったものがやっぱりね、影響してるんだろうなと思うんですけれども。でまた他の人たち、例えば関係者になんかね、問題ある人がいるからね、太郎は応援できないとか言うんですよ。でもね、なんていうかな、個人じゃないんだから、その令和新選組って組織だし、まあ、それが令和以前でも山本太郎の後ろにやっぱりいろんな人が彼をサポートする人って当然いるわけですよ。政治家って秘書もいるし、そういうレクチャーしてくれる人もいるし、関係者もいるし、ね、応援してる人もいるしっていう。だから、例えば、まあ、僕が、まあ、映画監督なんで映画作るときに、でやっぱカメラマン、照明さん、メイクさん、美術さん、助監督って、もういろんな人、やっぱり僕のチームでも30人ぐらいのスタッフ呼んで、さらに役者いるわけじゃないですか。その全員が素晴らしいかって言ったら、例えば僕に対して、信頼して仕事してくれているかって言ったら、やっぱそうではない。で今とってもいい実は環境でね、もう本当素晴らしいメンバーでやってるんですけれども、やっぱりその中に不満を持ってる人もいるだろうし、で以前はやっぱいました。で僕のやることなすこと全部反対したり、僕にはすごくいいことを言ってね、いやいや監督さすがですねって言いながら、金を抜こうとしていたり、なんか裏で悪いことをしたりしているようなのがね、やっぱりね、入り込んできて、もうそれすら排除する戦いっていうのが一時期もうそれが大変だったんですけど、まあ、そんな風に必ず何か、僕が作るような低予算映画でも入り込んできて、金のためとかなんとかとか、役者に近づこうとしたりっていうやからが必ず近づいてきます。だから同じようにね、それこそやっぱり山本太郎っていう名前のね、やっぱり知名度あれば、やっぱりそれをこう利用しようとしたりね、する人もやっぱり絶対やってくるはずだし、
で表面的にはこういい顔していても裏で何かしてる、あるいは過去に問題があった人たちっていうのも絶対出てくると思うんですよ。でそれをね、そういう人たちがいるからダメだにはならない。でその中でそれをまあそう維持して、で、まあ、排除したり入れ替えたり、抑えたりいろんなことしながらっていうのは、これ会社でも団体でもサークルでも何でも同じなんですよ。僕の映画の太田組でも同じですから。でそうして大事なのは、僕はいい映画を作ること、お客さんが感動する映画を作ることが大事 でそういうのがいると、それがやっぱり阻害されたり足引っ張られたりするので、そういうのはもう切り捨てていかなきゃいけない。でもやっぱり排除できないこともあるんですよ。気がつかなかったり、あるいはいろんなもっとしがらみを作ってしまって、こう取り出せないようなっていうね、まあ、そういうずるいやつやっぱいるんですよ。でそういうこともあるんで、だから当然政党にもそういう人たちはね寄ってくるし、いるはず。でそういうのがいるからダメだとか言ったら、もうねどんな団体もグループもねやっぱり成立しないと思うんですよ。で大事なのは何かって言えば、その中心となるトップにいる人間がどこだけ真面目に何をしようとしているかを見つめることなんですよ。でその上の人間が素晴らしいからって言って、でも下にそういうちょっと悪らずなのがいるからダメだとかっていうのは、それはさっきのあれと一緒で、これもね100点満点を求めてる。そんな全員がクリーンで全員が本当に国民のために頑張ろうと思ってる人たちばっかりじゃないですよ、どこの生徒。でもっと言うと、少なくとも太郎さんはそう思いを持ってやってる、僕はそれをよく分かってるんだけれども、その上にいる候補者なり代議士が一番の悪らすな悪玉っていう人たちの方がむしろ多いわけですからね。でそれに比べたらなんかちょっと問題あるのがいるっていうねことで否定しちゃいけないと思うんですよ。でこれも何かってさっきの結局、ね、100点満点、全てが白で全てが思いがあってっていう風な、人たちじゃないから俺は認めない、私は嫌だとかっていう、まあ、結局そうやってね、そういうこれ簡単に言っちゃうとあれですよね、大学通って東京に上京してきた若い18区の若者が、広い部屋がいい、日当たりがいい部屋がいい、家賃は高くない、うん、で、なんていうかな、クリーンで新しい物件、マンションがいいとかって言って、で、そうと、不動産屋さん大概、そんなものはねえんだよっていうね、言われて、広ければ高いし、綺麗ならばそれも高いし、で、安ければ狭くなるしっていう、必ずそういういろんなこう条件っていうのはね、全部つながってるんで、そんな理想ばっかり言ってね、そんなの通らないっていう。だからでもね、東京が高くて大変で安いけれども、もう狭いとか汚いとかっていうのはもう東京に長らく住んでると当然なことになってきますよね。だからそういうこと言って休みたらバカじゃないかと思って、そんなのあるわけねえだろ東京に行って、田舎帰れって思っちゃう。でもそういう人、知らない人はそういうふうにもう あれも欲しい、これも欲しいって言ってるのとね、その僕の友人はやっぱり似たような立ち位置ですよね。だからまあそこそこ政治のことを勉強してるんだけれども、ただそれはもう本当、まあタレント見ながら、いやこの子俺ショートカットだから嫌いだった、この子はなんていうか背が低いから嫌だみたいな、タレントのファンになる好き嫌いを言ってるわけじゃないんだから、政治っていうのは僕らが託して日本を良くしてもらおうってする。そうした時にその100点満点っていう人は絶対いないと思う。でもそれに限りなく近い、もしかしたら60点ぐらいかもしれない。でも60点の人を応援することで、でそれこそ僕らや支持者、国民がその人を応援していい方向に持っていくようにするのが僕らの使命で、100点じゃないから嫌だ、応援しないとかって言ってるのって、東京に出てきて安くてクリーンで綺麗な安い部屋に住みたいって言ってるのと同じだと思うんですよ。でそんなやつは絶対そういうそれにふさわしいアパートやマンション住めるわけないと同じように、この国にいる僕らは結局その100点満点で願いを叶えてくれるような政治家なんかいないんだから、そうじゃないところでいかに、応援し、励まし、いい方向に行ってもらうかっていうのが僕らのやっぱり使命であり義務だと思う。まあそんな形で、まあ、そういう意味で言うと山本太郎って本当にいいところっていうか、本当にもうそういう庶民のことを考えてやってる人だし、もうそういう思いある人だし、僕はそれよく知ってるので、やっぱそういう人を応援せずしてね、どうするんだろうっていうね、自分で自分の首絞めてるようなね、この吉田氏というね、気がするんですけれども、いかがでしょうか。
またもう少しこんな話しますね。では。